振り返ると、はい、こんな感じでね、しっかり寝れます。で、今結構ギリギリまで来ているんですけど、でも結構、ね、しっかり寝れて、足余ってますね。足の下のスペースが、ほら、1時まだまだいける感じなので、みるみるランド。はい、それではキャンピングカー広島さんのポップコーンとポップコーン22を比較してみたいと思います。はい、中に2つ並んでたからちょっと比較したいなと思ってしまいました。まずはじゃあこちらポップコーンから、こちらもバネットベースでできてます。はい、こちらとこちら、どちらもバネットベースということで、はい、まずはこちら、はい、外観、これでもちょっとベーシックな、うん、ポップコーン、シンプルなサイズですけど、上はポップアップしてます。はい、やるとすごく運転がしやすい、はい、しやすいですか。座っただけでそう思いました。じゃあちょっといいですか。はい、シートがなんか違うの、ちょっと見てください。このシートも黒かなって思ったんですけど、ここにすごい高級感のあるデザインされてるんですよ。で、座らせてもらうとこんな感じなんですけど、すごいね、乗り心地がいいんですよ。だから前も見やすいし、で、運転しやすい。いい感じの車です。いい感じの車です。いい感じの車です。おかしい。でも本当に運転しやすそうで、ここ見てもらうと回転レールがここまで来てるでしょ。だからここまでプライベート空間になるっていう。前を全部隠せるっていうね。そう、いいなって思いますか。このカーテンがシュルシュルって。いいですね。で、本当ね、これシンプルで、今こちら側向いてるんですけど、走行中は多分反対側を向けるのではないかなって思います。ここもなんか折りたたみがね。本当ですね。折りたたみでこれで拡張できるのかな。ちょっと今どうやって開けたらいいのかわかんないですけど、拡張してここまでできます。で、ライトが今ここから見てもらうと4箇所、ここの手前にと向こう側と、本当に向こう側の2箇所、4箇所全部ついてます。はい、で、こちら乗り心地重視した新しい形のファミリーキャンパー。ここからね、電源取れるようになってますね、外に。で、後ろから見るとこのような感じで、すごいね、リビングスペースがちゃんとコンパクトにまとまってますよね。で、ここにシンクがあっての、この下にコンロの収納ができるダウンギャレーシステムっていう、これがダウンギャレーシステム、すごい。これマットの収納もさ、ここにも収納するし、ね、ここにも収納してるんですね。わ、すごい、ここに気づかなかった、うん、ここですね、いいですね。だからベッド使わない時もちゃんとこういう風にすっきり、この限られた空間で作られてるので、上もポップアップしてるからそこもベッドになるし、すごい空間の利用上手な大丈夫ですか、今日本語が上手な空間利用されてるなという印象を受けました、はい、そうですね。これサブバッテリーもついてるっていうのがいいですね。ちなみに、4WD が新登場を取ります。座らせていただきます。お邪魔します。座りやすい、すごいね。膝の高さまでもちょうどいいし、うん、すごくポップアップしてるとここも広くなるので、それがね、また座りやすさを高めてる感じがします。でもね、ここに着脱テーブルって書いてあるんですけど、テーブルちゃんとつかんですね。それが多分このこういうところにポール立ててできるんですけど、うん、ちゃんとね、テーブル押さえる、収めるところがついてるのがすごい便利だなって思います、うん、で、これポコンって取るとベッドに
ここまで来ると眠れますよ。あ、結構広いですね。本当私立ってても特にこの一番高いところは天井つかないですし、今見て分かったのは結構、ね、ここの開放部が広いので、うん、明るくできる、あの使えますね。すごい、はい、はい、キャンピングカー広島さんのポップコーンキャンパー R です。駐車定員が5名、中心定員が大人2名とこの組み合わせで、全長が 4.4m、 幅が 1.6m、 高さが 1.9 メートルです。電車両が日産バレーとガソリンで動きます。お値段が375万円です。みるみるランド、はい、というわけでポップコーン見てみましたが、じゃあもう一個の方のポップコーン ED 見てみましょう。はい、いいの方見ていきます。車両自体はさっきのバレットと一緒のバレットなので色が違うだけですね。はい、でこちらもこのアップされてます。これも運転席は一緒かな。見た感じここがねもうすでに今ちょっとセッティングされてるんですけど、こういう風になってますね。下側で使うような感じなのかなと思います。あ、車内の方がいいね。いい、二人旅、二人旅仕様ですね。そうですね。で、なんかなるほど。これ、今背もたれの部分がこういう風にリクライニングしてベッドになるんですね。あ、はい、あ、すごい、なんかやりやすそうって思って。しまえるようなスペースになってますね。多分中で使える部品開く、後でこう、あ、ここにね、タンクがあって、うん、ここにもあるので、多分かけられるんじゃないですか。シャワー、あれじゃない、この、こっちの、あ、そうですね、あんまり見えてないですね。これか、これか、あ、そうですね、シャワーホースになります。外でも使える、使えますね。で、ここ、引き出し収納、はい、結構やっぱりこっちは収納系が多い感じですね、うん、お、すごい、出てきました、収納、結構ね、深めの収納です、はい、使いやすそうで、今ついてないですけど、ここにちゃんとテーブルつけることができますね、はい、で、ここにシンクタンクがあって、で、そっちが14リットルの冷蔵庫ついてます。で、反対側見ていただくと、ここにね、ダイニングテーブルって書いてあるから、これをもうちゃんと収納されていて、ここにカチャーンと、そこにドッキングして使うんですね。ですね。そして、シートの色柄サンプル、今あるのがこれかな、これで付けられてますけど、すごいどれでもやっても多分いいと思います、うん、これ楽しいですね、選ぶのが嬉しい、ね、これ内装の雰囲気、はい、キャンピングカー広島さんのポップコーン EE です。乗車定員が5名、中心定員が大人2名と子供の2名、はい、乗車定員が5名、中心定員が大人2名と子供2名です。全長が 4.4m、 幅が 1.6m、 高さが 2m です。電車両が日産バレット、ガソリンで動きます。お値段が445万円です。あ、で、こちらから見るとここがすごい広くて入りやすくなってますね。で、ここ折りたたみコンロ台ということで、これをカチャーンとコンロ台が出ます。いいですね、これ拡張されるのすごいいいなと思って。赤い目じゃない、左が高いですね。
床みたいな、うん、だから床床というか、そしてね、今度収納庫というのが、うん、下にあります。そこに入ってるんですね、カセットボード。じゃあこれもちょっと座ってみましょうか。ほんなら中でこれに入る、さっきの外のやつと違って、これだったら中でやる。はい、じゃあちょっと回します。収納好きだと。こちらね、横も座って、横に座って移動するタイプで、シートベルトがちゃんとついてますよね。走行中も座れるんですね。座り心地がいいです。でね、これ背もたれがやっぱりしっかりついてるので、うん、こっち側で座ってても安定して座っていける感じです。それも立って全然余裕がある感じです。はいはいはい、そうですね。あ、もう全然余裕です。あ、でしかも結構このライトも明るいから、うん、かなり明るく感じますね。座った感じはやっぱりこの上が空いていると開放感があって、うん、すごい広く感じます。あ、でこれもですね、ここにちゃんとベッド展開、ベッドなんででここまでいくとしっかり寝れるスペースができるのかな、うん、はい、上に乗ってきました。はい、上に乗ってきました。こんな感じでね、結構広々としてます。で、今一番最後の、あ、じゃあこれを、これ閉めます。よいしょ、ちょっとすいません、カメラが。はい、こんな感じで全部閉めてあげると、よいしょ、ここがね、ちょっとだけ開いてる状態なんですね。で、はい、下がこんな感じです。よいしょ、で、振り返ると、はい、こんな感じでね、しっかり寝れます。で、今結構ギリギリまで来ていて、でも結構しっかり寝れて、足余ってます。足の下のスペースがほら、全然まだまだいける感じなので、多分ゆうきさんの身長とかでも全然寝れるかなっていう感じがします。で、ここにライトが結構明るくあって、で、よいしょ、サイドはね、こんな感じでしっかりメッシュになってるんですよ。なので結構広く感じます。で、上から見るとすごいね、景色がいいです。みんなが結構下に見えるかなって感じがします。はい、では降りていきたいと思います。はい、あんな感じで今ね、上にいます。はい、降りてきました。降りてきました。簡単に収納できますね。はい、早かったです。サクサクっと、うん、そしてね、寝心地もかなり良かったです。良かった、うん、2人余裕で寝れます。はい。